あ、ちょっと待って、俺も今すぐ帰ってきます。待って、こら、おい。呼べよ。もっくん、もっくん。やめよ、本当に。山田いなくなったぞ。こんなチャンネル、誰が見たい、おい。ほんでその小栗旬の紹介でっていうことで今日僕来させてもらったんですけど、本当に昨日だよね。旬からなんか俺がちょっと都合で出れなくなっちゃったからどうしますかって言われて、それでまあ結果いろいろやりとりあったんですけども、じゃあ出させていただきたいなということで今日よろしくお願いします。せーのおいい加減にしろよ。おいおいおい、こんなこと言いたくないけど、俺16年やってるけど芸人、はい、大喜利ってマジで3回ぐらいしかやったことないからね。逃げちゃいけないなと思って。大喜利っちゃお。やめようか。チャラ大喜利って何？知らないよ、そっちが持ってきたんだから。俺初めましてだからチャラ大喜利。私立チャラ高校入学式で校長が放ったチャラすぎる一言とは、入学生皆さん Welcome to my school、 絶対に成績落ちてもピンピンしないでね。以上。もっくんもっくん、やめようやめよう、本当にもっくんもっくんじゃないんだよ。いやすげえ面白かったと思う。面白いやつの顔じゃねえな、うん、それ。でもどっちにしてもさっきのせーのっていうやつがあるから、あれ全部させるから。違う、いらないのよ。うんうん、そうだそうだ、あれ。あんな仕込みの笑いいらないのあれ。あ、そう。多分3回まではあれ使ってもバレないです。バレるよ。大丈夫だと思う。お題が悪かったな。そうだね、多分、うんうん。チャラさを競うチャラ王の採点、チャラリンピックの最終種目とは、はい、最終種目。男子 100m シャンパン。せーの。回線を切ってくれ、俺んとこだけ Wi-Fi 落ちねえかなこれ。大丈夫ですよ、今2回目差し込みましたから。いやいや、せーのが入ってんでしょ、もう地獄だよそんなの。チャラデミー賞最優秀作品のタイトルは、それでは発表します。2020年度チャラデミー賞最優秀作品は、でーん、パラパラサイト、ふわふわ。せーの。使ってくれ3回目早く。じゃあ、あと2パターンぐらい取っとこうよ、笑いを。あ、そっか。あ、そうね。差し込み用の笑いいらねえから。さっき大爆笑だったから、次は、せーのっつったらもう、我慢。あ、じゃあ、了解です。せーの。凄さを出した方がいいから、おおみたいな。お見事パターンでいく。せーの。おお、すげえ。わあ、違う。これは、まず、なるほど。まず、ジン君ね、大喜利の答え見た後、こんなリアクションするやついないから、おお。写真で一言。あ、じゃあ写真で、写真バーンって出てくるんで、それ出てきて、やったことねえんだよ。いや、大丈夫です、大丈夫です。え、写真でチャラ大喜利どうなってんの。山田いなくなったぞ。じゃあお願いします。は、なになになに。最悪だよこれ。こんなチャンネル誰が見たい、おい。藤森が写真で一言言うチャンネル誰が見たい。こチャラって逆に邪魔だな本当に。ルージュ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 マリー。
いや違う、やっぱイクジットだったかもねじゃないんだ、誰だこれ。おい、ちょ分かった、本当にごめん、もうごめん、一回戻ってきてみんな、ちょっと、あ答えね、分かりました、もう答えでいいんでしょ。写真でチャラ大喜利、私のキスはこうじゃなくてクー、せーの。戻ってこいよ。もう一枚じゃない、もういらない、おい、もう一枚行きましょうか。おそんなカバーな、戻ってこい、戻ってこい、頼む、もういい、もういい、戻ってこい、早い、早く戻る、戻る、おいストイック山田が怖いよ、全然戻ってこない。ファイナルアンサーって。これじゃあなんかラスト1個ぐらいやっときます。あの藤森のこういう関係クイズとかあったらみんな盛り上がれそうだね。おう、じゃあそれいきましょうよ。藤森慎吾のこういう関係クイズ、イエーイ。りょうちゃんどうした、りょうちゃん、りょうちゃん足りてないよ、あのアイコスつけてました、うん、いやそういう問題じゃないから。いなくなるなよ、おい、今オープニング始まったばっかりだぞ。ちょっと俺クイズ番組の冒頭でいなくなるやつ。あ、ちょっと待って、俺も今すぐ帰ってきます。待ってこら、おい、なあ、おい、さあそれでは続けていきましょう。藤森慎吾の交友関係クイズ、デレン。第1問、藤森慎吾が交友関係のある一番美人な人は誰だ。でーん、さあ回答者山田さん、答えをどうぞ。田中みな実。ぶっ飛ばす。残念。ほー。すげえ。わー。わー。もし、もっくん的にありだったら、うん、もう一回参加してもらって、もっくんが誰かを連れてきてほしい。そんなに。だからもしかしたら、あの、次来て5人になっちゃうから、あの、もっくんは真ん中のとこにちょっとこう、ちっちゃく、で面白いことを。だからもういっそ外してくれよ、じゃあ。でもでも面白いことを言うにつれてこうちょっとずつでかくなるとか。うん、なんで俺だけワイプ不愛性なんだ。でも絶対これ通話切ったらはあってため息つくでしょ。ため息は一回つかせろよ。こんだけそういう顔してるもん。このなんていうか、こんだけやられたのにね。すごいなんか今消耗してんだよ、なんかわかんない、ね、すごい。次の収録あの呼んでくださいよ、呼んでよ、呼べよ、呼べよ、おかしいだろ。距離感間違いすぎだろ、どうしたの。いやいやゲストである俺にまた次も来て、そしてゲストも、でもゲストじゃないじゃん、呼べよ、ゲストじゃないじゃん、だもうゲストじゃないじゃん、俺らの一部じゃん。そんな風に言ってくれるの。嬉しいんだよ。ずる、うん、ずるいよ。ずるいよ、そんな言い方。一部じゃん。うん、そう、次からちゃんと俺らの手となり足となり。おい、いい加減にしろ、言葉が。誰が見んねん。